皆さんどうも、こんにちは、こんばんは。そうなんですよ。なんかポスターがですね、いっぱいでかいのが届きまして、こんなんだったり、こんなんだったり、あとはそうですね、こんなんだったり届きました。まあそんだけなんですけど、ちょっといろいろ質問などをなんか返したいと思います。ポスター、これプレゼントとかないですもんね。ないですよね、別に。はい、なんか質問などありますか。トシキ君、元気、元気だよ。髪の毛切った、切った。おにぎりの具、何が好き？迷いますね。なんだろう、梅。ソータ君と最近会った？いや、最近会ってないな。もうすぐバイト、頑張って、バイトね。頑張って。どうやったら仮面ライダーになりますか？そうだね、どうやったら。変身ベルトを装着して、あの、唱えれば、唱えればなれるんじゃないか。新しい撮影していますか？まあちょっとそこら辺はもうちょっとおいおい、あの、はい、お伝えします。お風呂で何してる？お風呂でね、最近はね、その入浴剤を好きなの入れて、なんだろうな、 YouTube とか見てるかな、浴槽使って。学生時代の好きな教科は何だろう、体育社会っていうか、そういうのも嫌いじゃなかった。覚える系。好きな音楽はラッドウィンプスさんとかね、とかいろいろ聞くよ。好きなユーチューバーさんあんまり、そうだな、見ない、そういうの見ないけど、あんまり YouTube ではなんか面白い動画とかそういう方が見るかも。好きな色は黒、白、グレー。今ハマっていること、今ハマっているっていうか、今ちょっとね、新しいことにねチャレンジしててね、今すごくね腕が筋肉痛なんですよ。この腕が本当に大変です、腕が。好きなおやつはハッピーターン。ハート作ってドッキュン。なんで笑うんですか。うちの息子は仮面ライダーごっこをしすぎて止まりません。どうしたらいいですか。いや、もういいと思います。ぜひヒーローやってもらって、もらってください。変身やってダメなんですよね、確かね。確かダメだった気がする、なぜか。今日はモノマネしないの？いや、あれ、もうちょっとね、クオリティ上がったらやります。新作も なんかちょっと考えて、ウィンクしてください。卓球みたい。休日は主に何してますか？そうだね、家にいること多いかな。
にゃんにゃんしてください。しょうがないな、見ないかせいちいちこっちなんですか。はい、去年の名音のうさ耳のうちは覚えてますか。うさ耳、あ、そう、名音スタイル、そう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 、名音スタイル今年もやるんですけど、なんといってもね、新しいことをたくさんやるんで、本当に楽しいことになってるんで、ぜひ来てみてください。ね、12月28日と12月29日の2日間、木曜日と金曜日ですね、1日2公演、昼公演というか、1公演目が1時、2公演目が6時からとなっています。ぜひ来てみてください。メンバーには、流星くんだったり、山本くんだったり、永瀬くんだったり、市川くん、入江くん、上杉くん、小林くんと豪華なメンバーになっているので、ぜひお待ちしてます。トレスピットでやります。はい、すごいよね、なんかヒーロー多いね、半分ぐらいヒーローだね。いや、ぜひ本当に迷ってる方がいたら来てもらいたいですね。なんといってもね、僕のもう自分で言うのはあれなんですけど、そのお客さんへのファンサービスは多分このメンバーの中で一番すごいので、自分でもびっくりするぐらい、するぐらい、なんかそういうね、書いてあったりしたら何でもやっちゃうタイプなんで、まあいいや、するぐらいやっちゃうんで、もうどしどしいろいろこうやってやってほしいですね。やってーって、今ファンサください。いや、今はちょっとありえないよ。え、どんなファンサ？てか、今びっくりしたの。もしかして、ここには。いるのか？どこ？後ろの人にも見える程度にね。投げ注意して。今日のコーデ見せてよ。いや、今日普通だよ。はい、普通です。最近流行ってるベロア生地でしょ。靴が可愛いんだ、靴が。あら、先っぽが見える。手振って。お化け平気？なんかね、そう、小学校ぐらいかなは見えてた。そう、沖縄来てください。行きたいな。どうしたら名音で気づいてくれる？それはね、僕のうちわを振ってくれたらもうすごいよ、本当に。いくらでももう見ちゃう。体硬い？いや、体柔らかいよ、すごく。あ、見えないか、これじゃ。でも、手つけます、ペタンと。あ、なんかコメントで、その僕、その事務所の、検温の事務所の中で、その日記とかも書いてたりして、皆さんにコメントとかもそうやって返したりしてるんですけど、なんか、どなたかのコメントで、その飯島ひろきがインスタライブや、インスタライブかな、わかんない、なんだっけ、なんかで、なんかヒキガエル、ウシガエル、イベントか、イベントでウシガエルをなんか帰り道に蹴ったみたいな話をしてたらしいんですよ。まあ、それ本当で、あれはひろきと右京くんと3人で帰ってる時に、あれ夏だったんですよ。
で、サンダルで、で夜で結構撮影が遅くまで続いてて、で、帰り道喋りながら歩いてたら、僕がそのゴンってなんか蹴ったんですね。で、なんだろうと思ったら、最初僕、だからそのよく田舎とかになんかあのみかんっていうかデコポンみたいなのがなんかたまに道に落ちてたりするじゃないですか。で、そういうのだと思って見てみたら、そのウシガエルがそのままこんな感じでなんか蹴られた状態でこんなゴロンってなって、で叫んで二人が爆笑してたっていう話ですよね。はい、自分史上最高のドヤ顔して。ドヤ顔ってなんだ。おぉ、こんな感じ。足は遅いですか。いやでもね、一応6秒台なんだよね。飯島が早すぎる。今の年ガエル。おい、年ガエルってどういうこと。年ガエルって福士さんの舞台見に行く予定。行きたいんだよね。でも多分もうチケット取れないんじゃないかな。飯尾さん見れなくて悲しい。髪切っちゃったんだよね。逆に変顔して。みんな運動神経を過ぎね、投げ注意して。さっきしたけどな。何回注意すんの。かわいいポーズして。なんだこういうこと。違うか。エグゼイルメンバー一番運動神経がいいのは飯島。子供好きですか。めっちゃ好きです。仕事中だからアーカイブ残しといてください。考えときます。身長何センチ。176センチ、 B 型、野球が好きです。これ癖なんだ。僕癖なんですよこれ。足のサイズは27が 27.5 です。そして君、手を振ってどうやってやるんですか。吸い込むんだ空気を。梅干し好きですか。梅干し好き。なんか冷蔵庫にあったら単品で食べちゃう。こうやって服のサイズは M サイズ。野球のポジションはピッチャーだったよ。最悪。最近そうだな、ね、エグゼルメンバー会ってないな。次はファイナルかな、会うのは。舞台挨拶です。ブレイブやってください。何やればいいの。タイからのファン。台北。ソフトボール好きですか。好き。てかね、なんか理想のデートとか誰か聞いてくんない。あ、じゃあ言います、言います、言います。誰も聞いてないけど、理想のデートはね、やっぱりね、野球観戦一緒にしたいな。まだね、だから20歳、まあ僕今22なんだけど、そのデートでその野球観戦しながらビールを飲むっていうのがしてみたい。とにかくしたい。で、今年一回も野球観戦もできなかったし、うん、今年はしたい、来年か、来年はしたいなっていう理想の程度は。今言った。キャッチボール、あ、キャッチボールもいいな。あり。12球団どれが好きですか。僕楽天ファンなんですよ。まあセ・リーグだと横浜かな。うん、ねえ、優勝したよね。野球の話 していいの。いやー、あれはね、山崎選手は悪くないですよ、あれは。うん、いやー、下克上、セ・リーグでも見たかったな。スポーツバーとか行きたい。行きたい、行ってみたい。打ちっぱなし行きますか。
うん、行ったことある、何回か。でもね、ボールがね、全部こっちにこうやって回る。いや、野球好きな人意外に多くてびっくり。友達になれそう、みんなと。トイレ行きたい、行ってらっしゃい。それ何のキャップですか？あ、オッケーです。それ何のキャップ？これね、あれです、ファンの方がくれたキャップ。キャップです。ちなみに多分この上の服もそう。結構何でも。いった、鉄に何か刺さった。いった、今日一のファンスして。そう言われてもね、まあ面は2号で、あ、多いね、多いですね。ちょっとそうですね、そろそろお時間の時間が来てしまいました。ラスト3つ何か答えて終わりたいと思っています。そういえばピアスね、なんか結構しないのっていうコメントとかあったんですけど、全然しますよ、はい、なんなら今はしてもいいぐらいですね、はい、ということで指さして、はい、昨日誕生日でした。グラム6さんおめでとうございます。好きな女性のタイプ、これでラストじゃん。笑顔が素敵で料理がうまくて、そうですね、髪の毛はこんぐらいで、そのぐらいでお願いします。待ってます。いつの日かまたやります。ありがとう、メイン来てね。あ、切んないと。